本日もやってきました。トンロー湾コーゼーベイですね。これね、これは D1 の出口。ここから今日はね、いつもの日本人クラブではなく、これなんだっけ、ジャフェードだっけ、ここを左に曲がってすごいバーバリーにしがみついて写真撮ってる方がいますね。面白い。今日はね、ブツブツ散歩というには散歩はほとんどないんだけど、目的地がありましてですね、ここで以前に私のあなたはなぜ香港にっていうので出ていただいた、台湾に小さい頃に住んでた川原さん、川原直子さんですね、彼女と、この近くにあるちょっとした、レストランじゃないね、お店で食事を取りながらお話ししようということなんで、この動画を撮ってます。で、台湾というとね、我々いつもやってるおじさん3人会ですね、あそこに出ている YKK 師匠、 YKK 師匠はね、まず、アメリカの後日本に戻って、その後台湾で仕事を長くされたんで台湾詳しいんですよね。ということで今日は YKK 師匠にも川原さんをご紹介しようと思って、今日は3人で行こうと思ってます。ちょっと早いかな、まだ目的地はこの辺だと思うんだよね。これなんかすごいのできてるね、グリルコンボ、こんなのできてるんだ。おお、すげえ、焼き鳥屋さんって感じだね。で、あれ目的地この辺じゃなかったのかな、ちょっと違うか。あれ、ここじゃないか、ちょっと待てよ、これもこれどこだ、路面店この辺だと思うんだけどね。あれ、ちょっとどこだっけ、ちょっとチェックしよう。はい、オープンしました。じゃあこれ入れてもらおうか。なんでこんな狭いとこ座ってんだろう、そんなうちには客来ねえぞって、そういうことか。本当だよ、よかったよ。しかも写真付きになった。これがこれで、はい、カメラ零七啊，系啊，哇，咁细嘢噶喎，好好先进喎，啊，咁细部啊，啊，一个电视睇，咁样啊，哇，系啊，好先进，好贵啊，三千几蚊，三千几蚊啊，哇，三千几蚊啊，好值得嘅，咁细部。これ中国じゃ食いんじゃないよね。
それとあとはやっぱり斉藤氏ですか。斉藤氏。斉藤氏。ちょっとメニューがあるのか。メニューないです。メニューはこれだから。これメニューでしょ。うん、だからこれ食べなきゃいけないね。だから名物って書いてあるから、このこれね、これで斉藤氏、斉藤氏じゃないな俺。じゃあ何かあのサンドイッチしようかな。あ、サンドイッチ後ろ、うん、ちょっと待って。あ、サンドイッチチージー三万字。あれ、チーズ。でもこれちょっと本当。ああ、これしようか。ポークチョップバン、あのマカオだもんね。あ、なるほど。ほらここ書いてあるよ。ほらマカオにもあるって。ね。これこうはあの香港で、この奥っていうのは、そうですね、あのマカオのマークだよね、漢字だよね、うん、じゃあ俺このポークチョップ、このチューパー三番地にしよう、はい、私はじゃあチューパーとエッグと両方こうか。チューパー3回、あ、ガイタン、チューパーな、チューパーガイタン三番地、こういうとこ、チューパー三番地、チューパー三番地、チューパーパロー、あ、チューパーパーラ、あ、うん、そうだね、チューパーパー、うん、3万字あった、チューパーパー、あ、チューパーパー、これ3万字で、チューパーパー、そう、マカオ、チューパー3万、チューパーパー、はい、はい、頑張ってほしいな、こんなのあるかな、はい、こっちが、ということで、今日は、今日ははい、ナオコさん、よろしく、よろしくお願いします。で、師匠、はい、師匠ね、はいはい、で、私、DJ です。今日は、だからここに来て、台湾談義をね、してもらおうかなと。あ、そうですね、昔の台湾。そう、だからナオコさんも台湾いたし、師匠も台湾いたしってことで、これ、顔出ないから、こっから顔出ないぐらいのあれなんだよ。あ、ワイドにしてみようか、ちょっとできればね。今日も一緒に新しいやつですか。あ、これ10。あ、すごい。いや、見てくれは10だと思ったら考えてる。あ、そうでしょ、すごいでしょ。追加したって、あの安倍さんは今日だよ、今日だ、今日みたいですね、今日だよ、気をつけてね、ぬるぬるしてるよ、はい、これ師匠の斉藤さん、斉藤さん、そうですね、今日ですね、今日のもうやってんじゃないかな、うん、ごめんかな、でもね、これつけたら顔映った、あ、映りました、うん、あのワイドレンズつけた、ね、すごい、3メートル間隔でケーブルが並んでる、いやだってあのあれの後だからね、今日はそのなんていうのトラブルは絶対行けたんだな、あ、あ、ということでこれです、本日のメインイベント、メインイベント、このこれね、このこれが牛乳プリン、だから牛乳なのに、固まるっていう、はい、なんで牛乳なのに固まりますか、え、なんでですか。あ、これ知らない、知らない、これ有名な話だよ。あ、これがその牛乳なら固まるんでしょ、そう、あの生姜、そうそうそう、ピンポンピンポン、そうそうそう、分かってますよね、なんか生姜を入れてるのを何かで見たことが、そうそうそう、生姜入れないとか止まらないですよね。中国と同じになりますよ、
中国？うん、本当。中国こんなの食べるの？いやいや、すごいよ。あ、でもお客さん来たんだよね。いや、お客さん入ってる。いいとこに前通ると。なんか女性が多い。でもその昔、うん、そうだよね。やっぱり男性昼これ食べない感じがするな。確かに。やっぱり女性、ああもうあもう食べてるな。ね。もう。熱い。熱い。熱々のちょっと写真を撮って。熱と爪。熱いから、なかなか食べないですね。あ、そうですね。これはちょっと、もっと。ちょっと熱いよね、きっと。そうですね。どうしたらいいの？はや？どうだいや？食べてみて。コメント。そうは言うもの、やっぱこの食レポっていうのはその前に食ったことあろうがなかろうが、それはもうフレッシュな気持ちで語らないとダメでしょうよ。熱いよね。どう？美味しい？うん。なんかこの素朴な味って。絶対素朴だよね。じゃあ俺も。昔だから。牛乳好きにはたまらない。美味しい。もう本当牛乳のプリン。美味しい。うん、牛乳のプリン。だってさ、牛乳プリンってだって作って食べないで日本で。日本でね。食べれないほどっていうわけでもないよね。あ、そうなの。適度な。ちょっとずつ食べれば。すごい美味しい。美味しいです。こ、ね、のはね、この一番ね、生姜の味がしない。全然しないね。あの中国のやつはね、もっと味する。生姜の。中国人とほら生姜いいと思ってるでしょ。もう信じてるから。そりゃそう。いや、生姜は体温めるから。だから味がしないと、あのこれ偽物だろう。入ってるぞっていう、逆に。残念だよね。甘さはまだ甘さはまだありますね。まあどうしてもどうしても。じゃあ何？本店は向こうなの？向こうだと思う。分かんない。多分そうっぽいですよね。そっか。これもマカオから来たものかもしれないね。マカオまだ今行けない。中国の人は行けるよね。いや、中国はもうフリーで行けると。中国マカオは多分そんな気がする。あの、Facebook で知り合いの中国住んでる人が行ってるよ。知らない人はあの死んじゃいますからマカオ。そう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 。ほとんどはあそこに移動してますからね。うん、すごく美味しい。これはいいね。食べられないのがいいな。これガンガンいける。普通のプリンがミックスでいける。正直言ってみんなに合わせてるけどね。はい、西道市。いや、この西道市っていうのは何かというと揚げパンだよ、揚げパン。全然西道市じゃないよね。こんなもんですよ。ただパンは揚げただけです。どうですかこれ。これにこの体に悪いと蜂蜜、蜂蜜、蜂蜜なのこれ。なんかあのシロップね。とにかくはや、リゴはマイ。レホサイレオすごい。これはマイクかって、それが分かるってすごいよ。確かに、そこからね。いやいやいや、いいよ、師匠。あの、油も体に入れないともう乾いちゃうよ。年食うとだんだん。調べてくる。そうだ。香港のね、あの、
食べるっていうのは、まあでもやっぱり油が大事なんだ。いやね、僕のあのカナダのお友達もね、香港人ですけどね、香港ちょっとカナダとヨーロッパ当たるんですよ、食べるって言うんだよ。あんなの何が美味しいのって何が美味しい？はい、どうぞ。これは卵入り、うん、卵入りさん。食べたってね、あれが。カナダでもあるだろう。バンクーバーにも売ってんだけど。ボーロバウが、だから香港のボーロバウが食べたいんでしょ？味同じだって言ってんのにさ。いや、やっぱ違うじゃん。むしろ向こうの方があの美味しかったですよ。あの伝統のちゃんとしたものを向こうは作って、こっちはどん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 改良していって安くできるからね、そういう風にしがちだよね。はい、どうぞ。ね、すごいね。作りたてって感じだね。揚げたてですか？揚げたて。ボーロバンもその切って冷たいそのバターをぶち込むっていう、その入れない普通のまあボーロバンと冷たいバター入れ込みボーロバン2種類あるんだよね。だってさ、あ、これがマカオで有名なあの、チューパーね、これ豚肉を挟んだ、まあ、マカオの一つの名物ですよね。これだからここの友達が来た時に一緒に行って食べるみたいな、他に一緒に食べてくれる。マジですか、うん、普段食べないでしょ。え、ボロバ？俺あのボロバ結構食べるよ。あの日曜日の朝食でボロバ食うとか結構好きだよ。やっぱりあのメロンパンが好きなんだよね、日本人ってね。でボロバって基本的にメロンパンだよね。要するに上がクッキー生地で、あのクッキーの生地がこうかけてあって、でサクサクの感じで、で中は普通のパン。だからあの日本のメロンパンもメロンの味をせず、香港のパイナップルパンもあのパイナップルの味をしません。そういうあれですね。でかいよこれ。でかくない？こんなでかいの。マコイとこれを食べながら第3パーでも歩いてくるおいしい。何の調味料もついてないのがいいおいしい。今日のベンパツのシャーロックホームズ、シャーロックホームズファン。ああ、そうなんですね。見ます。あ、じゃあ知ってたと思うんだ。それでもう一個、うん、あのなんか似たようなやつがあって、それはあの、はい、映画だか、あれで見たことあるんだけど、最初それと一緒かなと思ったの。中国でその上海でその探偵が、はい、あの事件解決するっていうやつでも、あれじゃなかった。だって弁髪だもんね。あるある、上海で探偵がやるやつ。そうそう、見たことある。いや、一回見たことあるのね、うん、ちょっとおしゃれ、すごくおしゃれな、しかもお金持ちの探偵のね、うん、でもそれじゃないよね。で、映画にないんだよね、あれ。映画にはなってない。まだ本しかない。まだ本。漫画もないんだ。漫画も多分ないんじゃないですかね。だよね。うん。ちょっと読んでみよう。見て、見てください。結構高いね。2200円した。そうなんですよ。高いんですよ。そう。私はすごい迷って早速買おうかなと思ったけど、2200円、ちょっと高いね。まあね。高いですよ、まあ。うん。あれは値段で
で、読んだ。思いましたよ、どうでした？いや、すごい面白くて、でも私、ポッドキャストで間違えちゃったことがあって、今週訂正しようと思ってるんですけど、1920年代、30年代って言っちゃったんですけど、1800、もうちょっと古い。80年代とか、なんかもっと古くて。なんか飲み物飲もうか、ね、ちょっと苦しいよ、水分がなんか、なんだコーヒーなのか、なんだろう、これ、どんねんちゃしようかな、どんねんちゃ、なこさんはどんねんちゃする、うん、どうしようか、うがい三個冬蓮茶、三個冬蓮茶、おお、冬蓮茶三個、確かにちょっとパンが、うん、全部水分持ってきて、今喉がもうカラカラで、これは熱いのの方が流し込みやすいかもよ、冷たいのがいいな、だからこれ食ってこれで、本当はね、順番的に、確かに、うん、でもこれ美味しい、なかなか美味しいですよ、これは、美味しいですよ、あ、うまかん、うまかん、飲んじゃう、ここ、要するに上奥とか西部から、うん、でそれでこれすごいよ、このレモン、うん、鬼のような分厚いレモンが4枚入ってるそれが下に行かないよ、行かない行かない横になってるので、そう、あ、すごい、それ横か、こっちあのフラットだからさ、2層になってるよ、何なんだこれ、すげえな、見てください、これすごいですね、かなりの厚みが、これ見るとね、日本のね、レモンティー、レティってのいや、いけない言葉で、ね、違う、レモンティーのことは、あ、そう、レティーで、レティーか、え芸術的だね、あのレモンの切り方そうだね、うん、豪快さがね、そうだ、そのお、でもこれ、ここまで分厚いのってなかなかないねこの下に落ちないっていうところが、ね、すごい、大丈夫、大変だ、久しぶりに頼む、いや、最高値はきつい、俺もう食えないよ油にたっぷりのステーキとサイドウジはもう食べられないから、うん、バイバイということでありがとうございました、いや、なかなか楽しかったね